今回は五星戦の第2局を見ていきたいと思います。で、初手から見ていきたいと思います。黒番が一力八段ですね。で、黒5手目で左下にかかっていきましたね。で、羽根さんは小目2つの組み合わせで、かなり羽根五星の布石は、プロでもかなり独特な布石ですね。あんまり小目2つ打つ人っていうのはあんまりいないので、かなり独特な布石感覚かなと思います。で、白は三々に入って挟んでいきましたね。で、これ一番地に辛い手ですね。羽根五星の棋風の特徴としては、先に地を稼いでしのぐっていう棋風なんですけど、で、ここで黒が覗いて、こちらに黒が桂馬でつけていった手が非常にいい手でしたね。これはこの一手という感じの手でいい手でしたね。ここは普通の手を打ってしまうとちょっと黒としては不満なんですよね。飛びが普通の手なんですけど、もっともこの飛びだとちょっと左辺に対しては効いてないので、白も弱い石から一間飛びして余裕があるんですよね。で、黒もう一回一間飛びを打てば左辺の黒とつながることはできるんですけど、白も真ん中もう一手補強しまして、これで黒は受けぐらいですから、これお互いに無難な進行というか、ゆっくりした進行になるんですよね。で、こうなるとお互いゆっくりしてしまうと、やはり白としてはどちらかというと白の方が不満がないので、コミがある白としてはゆっくり打ちたいですので、これだとちょっとね、消極的な打ち方なんですね。一間飛びは普通の手なんですけど、なので実戦の桂馬を打つことになるわけですが、これに対して白が跳ねて、黒が引いて、これだとですね、白に切りの断点が生じてますので、一手受けるぐらいなんですけど、ここで黒が先手を取りまして、必争点の防止に打つことができるんですね。これだとやはり黒攻めているという感じなので、黒としてはこういう図を目指しているわけですね。そうですね、桂馬で白が跳ねではなくて、例えばこういうふうに受ける手も立派な一手なんですけど、これも黒の利かしと見て、こちらの帽子がね、やはり必争点なわけですね。で、黒としてはできればこれ先に地を損する手なので、つける手はできれば単に防止したいのですが、単に防止すると白はツケコシで最強の一手で反撃してくるわけですね。これはこういう切り合いになりますけど、シチョウでは取れませんので、例えば伸びだとこういうふうになって、ちょっとどちらかというと黒の方が危険なんですよね。黒も封鎖されてしまうので、なので黒伸びれないので、ここでつけるっていうことになるんですが、後からつけると、もうこのタイミングだと白は効いてくれないんですよね。こちらに伸びられてしまいますので、後からつけるのは効かないので、できればね、このタイミングで効くなら保留したいんですけど、効かないので先につけて防止を見てるわけですね。で、白がこういうふうに受ける、跳ねたいとこなんですけどね、こういうふうになればやはり防止でいいということで、で、これが手ありで考えるとですね、どういう理屈かと言いますと、黒が飛びを打った時に白がコスミを打ってくれた理屈なんですね。これはこの局面であれば白は飛びが絶対の一手であるわけなんですけど、そこで弱い石から動き、飛びを打って補強するのが絶対の一手なわけですが、これわざわざ白が強い石から
補強しているので、これがちょっと方向違いになるわけですね。だからこの飛びと白2の交換が白がひどい利かされになっているわけですね。手割りで考えると。で、黒もこの当て込みが相当ひどい悪手なんですよね。このひどい、これは継ぎと変わって黒が相当ひどい悪手ですので、まあ、お互い悪手を打ってるわけですけど。だからまあ、この悪手は、まあ、ここら辺はいい勝負なのかなと思いますね。なので、白としても、先にツケから黒は来るわけですけど、こういう進行は十分考えられる進行だったかなと思いますね。で、実戦はどういう進行になったかというと、やはりこちらに跳ねる進行になりましたね。で、伸びるのが最も無難な手で、それもあったと思うんですけど、まあ、ちょっとやはり手割りで考えたときに、やはり、まあ、もう一度説明しますが、まあ、こうなる形なんですけど、手割りで考えたときに、この黒が差し込みと白継ぎの交換がやはり黒が相当ひどい悪手ですので、まあ、黒はこう打つのもあったのですが、この形を不満と見て、黒が変化していきましたね。さらに、黒が良くなる図を目指しましたね。まあ、先ほどが一番相場というか普通の図ではありました。単に伸びている手が。で、このような進行になりまして、これは結構いい勝負のようですね。で、黒はこちらに出切りまして、下辺の3子を取ることになりましたね。一手かけまして。で、ここで、こちらに繋いだ手がね、これが、力強い一手でしたね。これはもう目いっぱいに、一番最強の手ですね。継いだ手は。まあ、筋的には、こういう形は、まあ、筋的にはこれは捨てるっていう感覚もあるんですけど、捨てるというのは、外から当てて、これ当たりが2つ効いて黒の形が団子形になるので、まあ、筋的にはね、形的には白が不満はないんですよね。当たり2つ効いて桂馬に軽く守れば。なので、こういう変化も考えられるわけですけど、これは軽いさばきの打ち方なんですけど、これはもう一目も取らせないというね、最強の打ち方ですね。もう全部頑張っちゃうと。で、これは、もちろん地では一番頑張った手なんですが、ここまで頑張るとやはり真ん中のね、力関係が変わってきますので、真ん中の白は少し弱くなりますね。白が地を頑張った分。なので、これは、まあ、一長一短の打ち方でどちらもあるのかなと思います。で、左上黒が動き出しまして、まあ、切った手が厳しい手でしたね。これもやはり一番厳しい手ですね。で、ここで黒がこちらに突き抜いていった手、これが一番厳しかったですね。これ白が切っても主張が、こちらに黒石があるので主張が黒がいいということですね。主張で取れないということで、白単に伸びましたね。で、黒コスみまして、これはですね、羽根さんのここでは珍しくですね、先に黒が実利を稼いで、白が攻めるというね、珍しい、まあ、羽根さんが攻めるっていう展開も珍しいので、非常に珍しい展開になりましたね。この白の4子は取られてしまいましたね。だから黒は地ではすごい得をしましたけど、この真ん中の黒ですね、これが相当弱くなりましたね。で、こちらに白が跳ねて、まあ、形勢はいい勝負のようですね。で、こちらに黒、まあ、これ全部取られて大きいということで逃げ出しましたね。で、こちらに防止して、もうこの黒のしのぎと白の攻めという戦いになりましたね。で、覗きに対して反発して割り込んでいきましたね。これ厳しい反撃でしたね。で、押して、カケツギがいい手ですね。
それから一手守りまして、で黒真ん中を逃げて、のぞきから跳ねて伸びてカケツイでコスミで、これがね、黒がね、うまいことね、逃げ出したように思えるのですが、白のこのコスミツケを見てましたね。この手がいい手でしたね。この手がいい手になりまして、割り込む手があるので、これでこの黒石をですね、取ることができまして、白は攻めで一定の戦果を上げて、この上辺での損をですね、地の損を取り返すことができましたね。ここでやはり白がね、地合いで巻き返して、また形勢的には互角の難しい勝負のようですね。これは取れてますね。黒が全部助ける手はないんですね。例えば当てると、これ白ついでくれないので、こちらに切ってくる手があるんですね。これ当たりなので、黒は取るしかないんですが、継がれてしまって、こちらに目を作っても当てられて、黒は二眼できないですし、こちらに目を作っても白に出られて二眼できないので、これは黒が死んでますね。全部取られてしまいますね。なので割り込みに対してはこちらで戻るしかないですね。で、ここで攻めがね、一段落しまして、で黒は右上打ったわけなんですけど、先ほどのね、カケツギがいい手になってまして、この切る手がいい手なんですね。切る手がいい手になってまして、この右上の白はですね、こちらの4子をね、取れている形になってるので、これでしのいでますね。黒がこちらをつなげば、白はこちらを伸びる形になります。で、黒がこちらに出たので切る形になりまして、曲がっても起きで、これ部分的に黒は死んでいますし、起きではなくて外から行く手もありますね。これで部分的にはですね、抑えが効くんですけど、抑えが効いても黒は二眼できないので、これ部分的に黒は死んでいる形ですね。なので右上の白は大丈夫ということですね。で、切って、形勢的にはですね、評価値的には全く五分の戦いとなりました。はい、というわけで対局が終わりまして、黒の中押し勝ちとなりました。181手まで打ったところで白が中押しして、黒の中押し勝ちとなりました。予選まで非常に互角の難しい寄せ勝負だったんですけど、ちょっと右上で事件が起こったようですね。ここまでは難しい勝負という感じだったんですが、黒がこちらに跳ねて継ぎましてね、跳ね一本で手抜いてたんですけど、継ぎまして、で白が手抜いてコスみまして、ここで黒が跳ねたんですよね。で、こちらにへこんだところで評価値が下がったようですね。で、これで黒が曲がって、で白が生きた時に渡って、これ黒石が助かってしまったんですよね、全部。で、ここで評価値が逆転してしまったようですね。ここでどうやら白はですね、抑えて、まあ、コウ含みのね、形になると思うんですけど、これ抑えて頑張らないといけなかったようですね。ここを抑えてれば、白、まだ評価値は良かったようなんですけど、ここでへこんだことで、どうやらね、黒が逆転したという、非常に、まあ、一手のね、ミスでね、やっぱり、ね、碁の厳しさがね、現れた一局だったのかなと思います。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。この動画が面白かったという方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。